トレント・ジョン・アレクサンダー・アーノルドは、イングランド・リバプール出身のサッカー選手。ポジションは DF。プレミアリーグ、リバプール FC 所属。イングランド代表。アメリカ合衆国からの移民。2018から19シーズンにプレミアリーグで記録した12アシストが、DF の1シーズン中の最多記録として、ギネス世界記録に認定された。 リバプール FC でのアレクサンダー・アーノルド2016から17シーズン6歳からリバプール FC のユース出身2016年10月26日フットボールリーグカップのトッテナムホットスパー FC 戦でトップデビューを飾った2017年7月リバプールと長期契約を締結2017から18シーズン2017年8月16日 UEFA チャンピオンズリーグのプレイオフの TSG1899 ホッフェンハイム戦で直接フリーキックという形でプロ初得点を決め12月26日のスウォンジー戦では先発出場しプレミアリーグ初ゴールを決めたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント準々決勝マンチェスターシティ戦ファーストレグでは先発出場スカイスポーツ選出の MVP に選ばれるなど勝利に 貢献した。チャンピオンズリーグ決勝で先発出場、レアルマドリードに1から3で敗れたが、決勝での最年少先発出場者となった。2018から19シーズン2019年2月27日、ワトフォード FC 戦でサディオマネの2ゴールをクロスでフィルジェルファン、ダイクのゴールを FK でアシストし、3アシストを記録。 20歳143日での1試合3、アシストは、プレミアリーグ最年少記録となった。2018から19シーズンのピーフ年間、ベスト11に選出された。また、5月4日のニューカッスル戦でにアシストを記録し、チームメイトのアンドリュー・ロバートソンと共に、シーズン10アシストを達成したが、プレミアリーグで、同一チームの DF が10アシスト以上を上げたのは、 初めての記録となった。5月12日のウォルバーハンプトンワンダラーズとの最終節では、マネの2ゴールをアシストして、シーズンの通算アシストを12とし、プレミアリーグの DF のアシスト記録を更新した。5月7日の UEFA チャンピオンズリーグの準決勝セカンド、レグの FC、バルセロナ戦では、3から0で迎えた後半33分の場面で、セルジロベルトとの競り合いで、 コーナーキックを獲得。自らコーナーアークにボールを置いた後、キッカーを、ジェルダンシャチリに変わる振りを見せ、相手 DF 陣のプレイ陣形が整っていないのに、常時て素早くリボックオリジニクロスを蹴り込み、オリジノこの試合2点目のゴールをアシスト。試合開始前には0から3と敗退濃厚だった、状況から合計スコア4から3としたチームの大逆転劇の列役者の一人となり、 リバプールを2年連続決勝戦進出に導いた。決勝のトッテナムホットスパー戦ではゴールを脅かす、シュートを放ち、守備でも、好プレーを見せリバプールの14年ぶりとなる、チャンピオンズリーグ優勝に貢献した。2019から20シーズン2019年12月26日、第19節のレスターシティ戦では1得点に、アシストの活躍で2撃破に貢献した。 2月25日ウエストハム戦で2アシストを決め、昨シーズン自身が打ち立てた DF としての最多アシスト、記録12に並んだ。7月22日、第37節のチェルシー戦でフィルミーノのゴールをアシストし、リーグ戦におけるシーズンの通算アシスト数を13とし、昨シーズン自身が打ち立てた DF としての最多アシスト記録を更新した。 これらの活躍によりチームの約30年振りのリーグ制覇に貢献、プレミアリーグの最優秀若手選手賞を受賞した。2020から21シーズンチャンピオンズリーググループステージ最終節のミッティラム戦では、首相のヘンダーソンがベンチスタート、副首相のミルナーなども欠場したことから、初のキャプテンを務めた。W 杯で代表初選出という形で、 フィファワールドカップロシア大会のイングランド代表に選出され2018年6月7日のコスタリカ戦で A 代表デビュー。ワールドカップではグループリーグ第3戦のベルギー戦で先発出場した。2018年11月16日、ウェンブリーで開催されたアメリカ戦で代表初ゴールを記録した。UEFA ユーロ2020に向けての 代表メンバーに選出されていたが、大会直前、オーストリアとのフレンドリーマッチでの負傷により、大会への参加を辞退することとなった。リオファーディナンドは、右サイドバックの位置から試合を支配した方法は、カフー以来見たことがない。と称賛した。また、カフー自身も、自分とプレースタイルが似ている。将来バロンドールを受賞できる、可能性がある。と評価している。 ありがとうございます。